こいつ2個同時に。フリーレンは1個だぞ。少しは見習え。シュタルクの分まで食べてあげてるんでしょう。ドーナツを食べながらドーナツを食べることを考えている目だ。ほとんど同じものを食べてるけど量が違ったんですね。あのエルフ、ドーナツ両手で持つのあざとすぎじゃない？自分のこと可愛いと思ってそうじゃない？すっげーぼんやりした顔してんのに両手ドーナツはアメリカ映画にありがちなデブ警官でもしないんじゃない？食べ盛りじゃない、成長期じゃない。ドーナツ2つなんてむしろ少ない、なんかでかいな。無駄に味のある表情でドーナツ食べやがって。両手でドーナツ持ってる仕草だけでヒンベル倒れてそう。そもそも手前の皿に贅沢盛りすぎないか。フェルンはもっと食え。いっぱい食べる君が好き。何のために手が2本あると。両手に食い物を持ってる女キャラを見たのはちびまる子ちゃん以来かもしれん。顔が猫ちゃんみたいで可愛い。ミスタードーナツとコラボしてほしい。この世界の料理って例のパフェはともかくバーガーとかなんか基本的にでかくない。このドーナツもミスドと比べてるからでかく見えるのか。フリーレン様に取られないように確保しておく必要があるのです。フェルン、昼飯の流儀、食いだめとかいう概念。食事中に片手を開けたくないだけです。両手にドーナツを持てば2倍の速さで食べられますよね。口は1個定期。ドーナツ2個食いはもさすぎる。だからどんどん丸くなる。知らないんですかフリーレン様、ドーナツは穴が開いてるからカロリーゼロなんですよ。フェルン、またハイターの入れ知恵か。そんなんだから海外の反応でフェルンはハンバーガーを絶滅させた女とか言われるんやぞ。油でギトついた手でカップに触れるつもりかおめ。しつこい油汚れを取る魔法があるから。これフェルン、よく見たら1つ目、どっちか知らんけど取った後そっちを一口目食べるより前に2つ目確保してるんだな。丸顔ダブルドーナツ。食べられない時は半年も甘いもの我慢する時もあったからな。食べれるところでは食いだめするさ。リスのようにもぐもぐと。原作だと片方フレンチクルーラーだがオールドファッションになった。マジかよ、カロリートップクラスだぞ。オールドファッション、オールドファッションプレーン293キロカロリーだから、フレンチクルーラー154キロカロリーの約2倍だな。ミスドコラボしてほしい。ファミレスもメニューがコラボ向きだよな。またフェルンだで、丸くなってしまうのか。フリーレンは両手でドーナツを持ってる。フェルンも両手でドーナツを持ってる。そこに何の違いもありゃしねえだろうが。抱え込んでる個数が違うだろうが。フリーレンは両手でドーナツを持ってる。フェルンは両手にドーナツを持ってる。一文字違いだが意味と絵面は大違い。食べ物を大きくする魔法を習得している可能性がワンチャン。ゾルトラーク一発で500カロリーくらい消えるんだろ多分。まあ育ち盛りだからね。小さいおばっちゃんよりよく食べるのはしょうがないね。ドーナツをおかずにドーナツを食ってるだけじゃん。これフリーレンも相当食べてるよな。旅で毎日何キロも歩くんだ。食える時に蓄えなきゃ。甘いものはめったに食べられないからね。食べだめしてるんだよ。徐々にフェルンの顔が丸くなっていってるような気がするのは気のせい。そう考えてた時期が俺にもありました。ちゃんと左右で別タイプのドーナツを持ってるから、チョコとプレーンを交互に味わう二刀流スタイルなんだろう。同じのを同時持ちだったらやばかった。フェルンはね、魔法を打つのが早いだけでなく、ドーナツを食べるのも私より早いんだよ。